ウィリアム・ディルズ・スミスは、アメリカ合衆国ケンタッキー州、ルイビル出身のプロ野球選手、ウトウミギ MLB のロサンゼルス・ドジャース所属。愛称は、フレッシュ・プリンスで、同性同名の俳優ウィル・スミスのラッパー時代の、芸名、ザ・フレッシュ・プリンスにちなむ。A 級乱直家紋がクエークス時代2016年の、MLB ドラフト一巡滅遺保で、ロサンゼルス・ドジャースから指名され、 プロ入り。契約後、参加のパイオニアリーグのルーキー級、オグデン・ラプターズで、プロデビュー。A 級、グレートレイクス・ルーンズと、A 級ランチョク・カモンがクエークスでもプレイし、3球団合計で55試合に出場して打率。246、4本塁打24打点、3盗塁を記録した。2017年は、A 級、 男直カモンガと AA 級タルサドリラーズでプレーし、2球団合計で73試合に出場して打率。231、11本塁打、43打点、7盗塁を記録した。オフにはアリゾナフォールリーグに参加し、グレンデールデザートドックスに所属した。2018年は AA 級タルサとトリプル a 級オクラホマシティドジャースでプレーし、 2球団合計で98試合に出場して打率、233、20本塁打、59打点、5盗塁を記録した。2019年は開幕をトリプル A 級オクラホマシティで迎えた。5月27日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りし、メジャーデビューとなった翌28日のニューヨークメッツ戦では4打数で2安打を放った。この年は、 正捕手のオースティン・バーンズが、不在の間を中心に、ラッセル・マーティンと併用で、54試合の出場で、打率、253、15本塁打、42打点、オプス、907などを記録した。2020年の短縮シーズンは37試合出場で、打率、289、出塁率、401、超打率、579で8本塁打。 25打点を記録した。NLDS 第3戦のサンディエゴパドレス戦では5、アンダを放ち、ドジャースのポストシーズンでのフランチャイズ最多アンダ記録を達成した。10月16日の NLCS 第5戦で、ポストシーズンでは、アトランタブレーブス所属のウィル・スミスと対戦した、ことにより MLB の選手として、初めて同性同盟の選手と対戦した選手となった。 結末はスミスが3ランホームランを放つ結果に終わった。2020年のワールドシリーズのタンパベーレーズ戦では24打席4安アンダーで第2戦には本塁打を放った。第4戦では自身のエラーで敗戦を喫することもあったが6試合でワールドシリーズ優勝を成し遂げた。ありがとうございます。